はい、こんにちは、まあチャンネルまえはんです。はい、そして今日は太陽チャンネルさんにお越しいただきました。はい、太陽チャンネルです。はい、よろしくお願いします。今日はですね、なんと、はい、ナーフの的当て対決をやりたいと思います。10本の吸盤ボム、吸盤ボムじゃない、吸盤の何、はい、ダーツ、吸盤ダーツ、うん、これが、どれだけ当たるか。今的を映ってると思うけど、この100ポイントから20ポイントまでこの的がありますんで、はい、ここに多くポイントを稼いだ方が勝ち。10本、はい、お10本ずつ、10本ずつ、はい、はい、そして100点が10本当たったの。100点が10本当たったらすごいね。すげえ、これはすごいよ。今当たってるところが太陽君の位置ね、はい、で、ここの後ろ、そこが栄心君の位置です。よっぺー。じゃあそれぞれ10本ずつ打っていくことにしましょうか。あ、じゃあまずどっちから。じゃあどうしようか、どっちか、太陽君から。じゃあじゃんけんしましょうか。よし、はい、最初はグー、じゃんけんぽい。お、じゃあ栄心からかな。オッケー。じゃあ頑張ってね、ちょっと待ってね、太陽。はい、じゃあいいよ。よ、はい、お、うん、40点。おし、外れた。お、外れた。お、50点。これはゼロだね。お、40点。あれ、ミス。あ、ないのか、うん、ない。そっちね、6発しか入んないから4想定してください。そう、タイプの方は10発入ってるけど、こっちは6発しか入んない。あー、10ポイント。出た、10ポイント。お、うまいね。でも40ポイント。ねえ、やってた。お、30。おー、100だ。おー、すごい。エイジン君は430ポイントでした。お、すごい。はい、じゃあ太陽君、太陽君のやつは連射できるから、お、真ん中に100点でそのまま連射でボコボコボコできる可能性はある。100っていう可能性ある。全部100っていう、頑張って、うん、全部100。おいやっさい。よし、じゃあやる。太陽君どうぞ。頑張ってさあ、せーいい、これ本当に。以上だね。結構すごいよ。200。あ、300。300の400だ。400。400、惜しかった。でもすごい。惜しかった。どこやってるかやる。いいよ、じゃあどこまで取るか。おお。両方すごい取った。なんか攻撃されてます、ね。はい、ということで今回ですね、太陽君とナーフの的当て対決やってみました。面白かったね。うん、面白かった。面白かった。うん、タイプもこれ持ってるんでしょ。ねね。いい感じで200ポイント取ってたね。うん、ポンポンポンって当ててたね。うん、はい。キュッキュアーポンポン。ということで今回はね、タイプ君と初めてコラボさせていただきました。ありがとう。ありがとう。はい、ということで今日の動画が面白かったのとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。そしてチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。